小沢スマッシュです。もっちゃんです。はい、今日もやっていきましょう。ライズオブキングダムっていうことで、今回はどうする制服グリフ、イエーイ。何買ったらいいんですか。まあ、今回スマッシュは2回目なんですけど、もっちゃんが初めて制服グリフを買うっていうことで、まあ、失敗しないようにね、動画を前もって撮っております。いらんもん買われたら困るから。しかもどうやって買うん、これ普通に買えんの。買えます。まあ簡単にどうやって買うかっていうと、 KVK の戦闘期間っていうのが終わると、さっきの制服ショップっていうグリフショップっていうところが買えるようになります。今回正常を取ったんで、まあ、星を手に入れたんで、この一番多い軍団になってます。240個、その中の、まあ、この SKB91815 は55個振り分けされてますよと。でこれを振り分けもらえるのが、この6月6日の移民解放時に配られました。でそれがこれですね、この制服者の証。私も持ってます。でこれを持ってる人かつこの制服コインを持ってる人が買える。しっかり残してます。だから制服者の証だけもらって、コインなかったらここ買えないっていうね。であと注意しないといけないのが、その下に非限定っていうのが1個あって、これややこしいですけど、これは別に、真ん中取ってない陣営でも買えます。これ間違って買ったら悲惨やね。これは別に金グリフではないです。買いましょう。上から買います。はい、上から買いましょう。で、まあ陣形によっていろいろ効果が違いますよと。で全て軍旗の左上のところにはまります。軍旗の左上の意味が分かりません。じゃあまあちょっと見ようか。軍旗の左上っていうのがここね、左上、あ、ここにしかつかないんで、ここが、まあ、まず強い軍旗があるのかどうかも大事やし、どの陣形と兵士を使っているのかも、まあ、確認しといた方がいいね。ちょっと待って、うち感覚ベースの話で言っていい？感覚ベース、感覚ベースやけどさ、そこの左上、はい、ってグリフつきやすくない？他のとこのやつより。うん、別にそんなことはないと思ってるけど。そう、なんかそこも割と充実してる。まあ、もっちゃんの感覚ベースがよくわからんけどな、どういう感覚なん。そこのなんか下とかの方がなんかグリフつきにくいイメージあんねんけど。いや別に、どうなんやろな。まあもしかしたらもっちゃんの感覚ベースが合ってるのかもしれない。感覚ベースっていう単語が何なんていう。ちなみにスマッシュはそれこそ金グリフ1個自力で当てたのは右上当たってます。予防だから別に左上やからどうみたいなのはないかな。まあ右下とかはもう青グリフです。まあでもこれも全然整ってないんであれですけど、なんでこの左上が捨てれますよ。であとまあすぐもう金グリフつけたいっていう方であれば、おすすめなのはこのステータスの部分が、まあ、3.5 とかがついてるステータスがあるんやったら、まあそれにつけるのをおすすめするかな。だからこういう防御力 3.5 とかがある軍旗に金グリフをつけてもらった方がいいんちゃうかなと。まあ 3.5 がマックスやからさ、うんうんうん、か全体ダメージ 2% のやつにつけるのがいいかなと思います。なんでおすすめ逆にしないのは、例えばこういうやつオール 2.5% みたいな、なんか見た目パッと見強いやん。うん、全部歩兵揃ってるし。そうそう、でこれじゃあつけようって言ってつけるより、スマッシュの個人的な意見としては、まあ1個でも 3.5% ないし 2% の全体ダメージがあるやつにキングリフはつけた方がいいかなと思います。はい、質問です。はい、すでにグリフがついてるやつにつけたらどうなの。上書きされます。じゃあ今ついてる例えばこの画面のやつやったら、それが消えるってこと？はい、消えます。なんで別に追加で2個になるとかはないです。え、じゃあもう1個質問です。はい、2個ついてるのたまにあるやんグリフが。はい、はい、それにつけたらそれのうちの1個がキングリフなの？いいえ、消えます。2つともそりゃまあまあ1回ちょっと試しにやってみましょうか。例えばこれ2つありますよね。うんうん、まあ、金グリフじゃないですけど普通のグリフつけたら、ほら見てください、これ2つが1個になりますよ。なんで別にどっちか1個が交換になるとかではないです。じゃあ絶対さ2つともいいグリフついてますとかでやめた方がいいやん。
さっき言ったようにここのステータスがいいやつにつけるのがいいと思います。わかりました。なんでおっちゃんじゃあ何が大事、そこのステータスが 3.5 ないし全体ダメージ 2% とかついてるやつにつけたらいいかな的な。そうです。なんで例えば、まあ、こういう歩兵で染まってる、まあ、こういうステータスのやつにキングリフをつけるより 3.5%、 もう上限いっぱいのやつが1個でもあるやつに、まあ、つけてもらった方がいいんじゃないかなと思います。前回のグリフはそういう風につけてしまったんですよ。まあ、これがそうなんですけど、まあ、これとかねステータスめっちゃ中途半端やのに、まあ揃ってるからこれにつけようって言って何気なしにつけたんですよ。ただ今ふと思うと、ああ1個でも 3.5% とか全体ダメ 2% あるやつにつけといたらよかったなって思ってます。キングリフなんて一生もんなんでね。じゃあ例えばやけどさ、はい、これ精錬ってもう10分の0、はいはい、でリセット席みたいなのあるやん。あります。リセット席を使ったとします。消えんの？消えません。それえぐいやろ。あ、そう、消えるわけないやろ。あ、そういう感じな。オッケーオッケーオッケー、安心した。あ、グリフは消えへんねん、あれって。もちろんリセットはされねんな。そりゃそうや。オッケー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 、そこの回数だけ、あくまで回数だけか。はい、なんでこれを何回もこうね、いいのに変えるってした時に1個 3.5% あったらもうあと残り2ついいのにすれば問題ないわけじゃないですか。うんうん。なんでこれ、ただそれが 3.3 とか 3.4 やったらまだ、まあ上を目指せば 3.5 がある状態なんですよ。うん。それは避けたいんで、まあ基本的には 3.5 あるものにつけてもらった方がいいと思います。はい。でまあ、グリフショップに戻って、もっちゃん何買おうかなみたいな目星はあるんですか？いや実はあんねん、回ってないねん。ゆうこ、え、怖いやろ。北海北海、あーこれ破竹の勢い。そう、北海一番竜で使うしなみたいな。はあ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 。でもっちゃんはさっきの話で言うと竜鉄、まあこの北海のステータスいいのはあるん？歩兵3.5% ないし全体 2% 一番これにつけようかなみたいな候補はあるんですか？あります。おお。じゃあちょっとそれ一回貼ってもらっていいですか？チョコメロンラージ貼りました。はい、じゃあ見ていきましょう。どうどうどう、これいいんちゃう？強っ。これはめちゃめちゃ強いな。あ、これはいいと思います。おお、お墨付き出ました。これはそうやな。しかもめちゃめちゃいいや。まあ 3.5、 まあ上 3.4 でももうほぼ完了でしょう、もっちゃんなら。うん。まあ、あと HP のところを、まあ、常にこうシャッフルして、まあ、HP 3.5 なればよし、まあさらにね、一番下やったら全体ダメ 2% の可能性もあるから、うん、どっちも狙えるっていう、これも一番いい形ですね。もっちゃんにしてはびっくりです。おー、お墨付きいただきました。まあまだな、精錬10分の1であと1回しか残ってないけど、リセット席は持ってます。おお、まあもっと変なん来るんや思ってたら、なんかちゃんとしてたんで思わないです。まあまあ間違いなくいいでしょう、これでいいでしょう。これでいきます。はい、わかりました。よかったよかった、安心。はい、安心です。まああとスマッシュはねちょっとどうしようかなと思って、まあ王も迷ってるんですけど、まあ一旦ね前回この何金城ゆいけ、もう読めないですけど、この法人のやつを取ったんで、まあ今回別のやつにしようと思ってまして、でまあ候補としてあるのはこの行軍速度 20% 減、え、くさび？なんか三翼人みたいな行軍速度上がるやつ、まあこれがまず1個。まあこれはね、まあ、直結的に強いかわかんないですけど、まあ相手の行軍速度下げれるんで、まあまあ実用性はあると思ってます。で、あとはこれ、トライアヌス、まあこれはねどっちかっていうと黄昏用かな。まあ黄昏強くするんやったら怒り上昇速度が 5% 増加っていうので、まあトライアヌスのスキルを早く打てるようになるから、まあ強いかなと。黄昏強くしたいっていう時には全然ありかなと思ってます。で、まああとはもっちゃんの言うね、この北海通常攻撃か、まあスキルダメージかな。まああと遠隔を将来見込んで、まあ買っ
っててもいいかもしれないけど、まあそこまでのまだ余裕ないから、まあ、やるんやったら、通常攻撃、スキルダメージ、あとトライヌスのバフで、まあデバフの、攻軍速度、この4つ、まあ、新しい陣形2つはちょっと今んとこまだ、未知数やから一旦いらんかなと思ってますってな感じで、まあちょっとどうしようかなっていう、まあ通常攻撃か、スキルダメージどっちかになるかなと。もう今回はね、こんなん実は言ってましたけど、もう迷ってないんですよ。え？迷ってない。もう北海一択。いやー、もあなたはね、うん、いやさあ、あなたのさっきの軍旗見たらそりゃそうでしょ。そんななんか今回迷ってないんですよって、そりゃそうやろ、あんな強いの見たら迷わんやろ。いや俺はな、今迷ってんねんな、めっちゃ。まあ防衛で使う、まあそれな、ゴルゴで使うやったらワンチャンこれもありかなと思うけど、通常攻撃めっちゃ迷ってます。まあでもうん、どっちかどっちかやな、うん。ちなみにスマッシュも結構ね、右左上強いんですよ、スキルダメージの方。くさび型こんな感じで、まあまあ強いでしょ、うん、3.5、2.9、2.9 なんで、もういいよいいよ。まあこれにつけてもいいかなと思うんですけど、歩兵のスキルダメージってどうなんやろうなと思って、まあ、強いやろうけど、今ね流鉄なんて通常攻撃メインの指揮官って考えたら、まあ、やったらもっちゃんの言う北海かなっていう。で逆に北海の左上が、まあ、中途半端なんですよね。まあこれダブルグリフの、まあ、全然 3.5 ない、さっき見せた 3.5 のやつが、まあ、こんな感じで2つあるんですけど、3.5、防御力だ、まあこれにつけようかなと。でこれでつけて、まあこの2つを交換交換して、まあいいのにしていく作業にしようかなと思ってます。結構グリフはねいいのついてるんですけど、いかんせんステータス何も良くなってないんで、ちょっと遠いんですよね。まあいいか、買おう。まあもう話してる間に勝手に決心つきました。もうこれにします。通常攻撃、今回は通常攻撃にします。はい、買いました。おー、買っちゃった勢いで。なんでこれをつけちゃう、もうつけちゃう。はい、つけます。まあもうこれ以上いいの、まあ出ないでしょ、つれ早いかな。ちなみにこれでこうやって選んだらもうつけれます。おー、まあまあまだ戦争ないしな、ちょっと焦らず置いとくか。一旦寝かす、一旦寝かします。でもこれつけたら結構エグないですか。もう金グリフ2つに青グリフ1個っす。やば、まあまあね、見た目いかつなるはず。いかついな、はい、まあそんな感じでね、今回征服者の証金グリフ買ってみたっていうことで、まあもっちゃんもねこれで事故なく、まあ、間違いないもの買えるんじゃないかなと思います。はい、お買い物できます。変なもの買わずに済んでよかった、よかった。皆さんもね、変なもの買わないようにしましょう。ほんまやな、だってこれうちみたいな人がもらえるパターンって少ないもんな。まあ、ほんま星を取った時しかもらえへんと思う。やんな、うん、え、だってさっきの GM 見たけどさ、言うたら星取ってないところってさ軍団で30個とかのはず。でそっからさらに軍団に振り分け、自分の王国に振り分けたらチームの5人とか。え、じゃあ軍団30個しか渡してないのって、それはうちが決めたことなの？決めてない、もうそういう仕様やから。え、あ、そうなんや。そうだから前回取ったのももうそんな感じで、決められた5人にしか配ってないから、そう、あなたには配られてないっていう。そりゃ5人に入れるわけはないもんな。ほんと星を取らないともう全員には行き届かないから、まあ、そういう対象ぐらいの人やったらもう買うのかなり貴重なんで、もうなんかナーティなしに買ったらね、めちゃめちゃもったいないんで、ぜひ気をつけてください。ナーティなしの軍旗につけるのは絶対ダメなんで、厳選します。はい、ぜひ厳選してつけましょう。はいはい、じゃあそんな感じで終わりたいと思います。ではまたね、バイバイ、バイバーイ。